はい、どうも、MQ2のマッチでございます。というわけでね、今回で最後でございます。15枚、福袋がね、生女子に開封していこうかなと思います。合計で60枚ですね。60枚のうち何枚推しメンが当たるのかっていうところ、コンプリートできるのかっていうところね、ポイントだと思いますけども。というわけで、まずね、早速1枚目から見ていきましょう。まず、1枚目。この子だ。お来ましたね。高澤さんです。わ、この感じかわいいよ。高澤さんでーす。こんな感じ。さあ、続いて2枚目。2枚目は、この子だ。来た。限りルナさん、ルンちゃんですね。まあ今はちょっとね、お休みしてますけども、早く帰ってきてほしいですね。ルンちゃんもこういう感じ似合うね。はい、ハギリルナさんでした。さあ、続いて3枚目いきましょう。3枚目はこの子だ。おお、今回初ですね。村雲風花さん、モフちゃん、この和な感じの顔にこの衣装はやっぱ最強ですね。モフちゃんです。さあ、続いて4枚目。4枚目はこの子だ。お、来ました。西村菜々子ですね。待ってください。菜々子さん、この大人の表情すごいですね。西村菜々子さんでーす。さあ、続いて5枚目いきましょう。5枚目は、この子だ。お、来ました。今回初。佐藤海里さん。いや、可愛いっすね。はい、というわけで佐藤海里さんでした。さあ、続いて6枚目いきましょう。6枚目はこの子だ。お、来ました。今回初かな。大塚ななみさん。わあ、かわいいな。はい、似合うね、衣装が。大塚さんです。さあ、続いて7枚目ですね。7枚目はこの子だ。お、来ました。今回初ですね。菅原莉子さん、りったんです。この感じも可愛いですね。りったんもなんかこういう衣装似合うね。はい、りったんでした。さあ、続いて8枚目いきましょう。8枚目はこの子だ。お、来ました。今回の開封で初めてですね。ゆきりん、まあ、ゆきりん安定ですね。柏木ゆきさんです。こんな感じ。さあ、続いて9枚目いきましょう。9枚目、そろそろ推しメン欲しいね。9枚目はこの子だ。お、山崎ミリーさんですね。ミリー、こんな感じです。やっぱ全身好きだな。はい、ミリーさんです。さあ、では10枚目いきましょう。10枚目はこの子だ。お、いました。みゆみゆですね。藤崎みゆさん、いや、かわいいな。このツインテールな感じもいいね。はい、藤崎みゆさんでした。さあ、いよいよラスト5枚ですよ。さあ、推しメンリカちゃんだったり入ってくんのかっていうところもありますけどね。で、いきます。11枚目、この子だ。お、あおちゃんですね。古舘あおいさん、こんな感じ。なんかリアルにこういう巫女さんいそうだよね。この子だ。お、これはダブリかな。曽我部ゆめさんです。まあでもこの感じは可愛いね。曽我部さんです。さあ、続いて13枚目。13枚目はこの子だ。お、来ました。初、門ゆりやさん。門ちゃんでーす。こんな感じ。いいね。さあ、あと残り2枚。14枚目いきましょう。14枚目は、この子だ。お、来ました。佐藤安寿さんでーす。安寿。わあ、いいね。このデコ上げてる感じもいいよね。はい、安寿さんでした。さあ、いよいよラストでございます。ラスト15枚。15枚目は、この子だ。お、
ラストにふさわしい子が来ましたよ。川越さあやさん、やっぱ可愛いっすね。美人さんですよね。うん、衣装も似合っててめちゃめちゃいい感じ。さすがさあやさんっていう感じですけども、はい、こんな感じでございました。というわけでね、この寮の生写真開封っていうのはね、今までやってきてないんでね、ちょっと楽しかったなっていう気がします。まあいろんなメンバー当たったんでね、良かったなっていう気もしますし、まあリカちゃん、あゆ太郎、そしてあやかに、安藤力さんだったりね、あとは注目メンバーたくさん当たったので良かったなっていう気がしました。やっぱりユキリムは少ないんだね。60枚のうち1枚しか入ってないっていう、そんな感じなのでなかなか出ないんだなっていう気がしましたけどね。はい、というわけでまあユキリム当たったのでね、まあ今回はこんな感じでいい感じで終われたんじゃないかなっていう気がします。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まちでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。